Very clear to me that industry needs to rely on new information, new impact, new ideas, new concepts. As the world in 10 to 15 years will look completely different. Scientists use money, these people make money. So, uh, without uh, an understanding between the two of us, and hopefully they make more money than we use money. 正直、オイストを活用せずして私たち、なんかすごくもったいないなとこう思ってましてサントリーのみならずもっと多くの日本の企業がこのオイストの重要な分野を重要な研究をですね理解して参画していくことだと思います。ンと学が一緒になってでまたこれ一緒になると政治も動かしやすいと。<laughs> だからまず私たちは産業の一角としてより一層オイストと連携して私たちはこの最も重要なダイバーシティあって初めて新しい発見がいろいろできてくるそういった意味でオイストっていうのは日本が初めて高度人材を集めて成功に導いた大きな事例だと。

ただ、短期的な思考でどんどん利益を出していかないければならないその民間となかなかそのマッチングがうまくいかないという課題もあったと思うんですけど今までと違ってこれからどういうことをしていけばそこをもう少し早く進歩する推進させるることができるんできんしょうか経営が日本の場合は思った以上に短期思考になってしまっていると。 今回そういうことをこのパンデミックでは反省させられてるんですね私たちは3・11もありいろんなことに過去起こってきたんですけどなかなか将来に向けてての手を打ってこなかった例えば気候変動で二酸化炭素が大変重要な要素だってのもそれも今になって真鍋さんが受賞すると非常に足の長いことなんですね。 でもサイエンスの重要性って私は心理を追求していくことで飽くなき心理を追求していくこと私たちはとりわけものづくりをしていく中でですねベーシックリサーチから分かってきたものをアプリケーションしていくってところは辛抱って実は夢なんですよね先々こういうことをやりたいから辛抱しようってこの夢を語る経営者産業界ではそういう人たちが少なくなってしまったんではないかなとやっぱ夢っていうのはすごく重要で夢とサイエンスってものすごくリンクして その夢を実現するのが正直言ってわれわれが産業界として世の中に何か役立ったなということをそういうことをやっていかなきゃいけないですからもっともっと長期ビジョンで将来はこういうふうにしたいねこうなるよということを私たち経営者が語っていかなくてはいけないんだってこう思う思わけです本当にまさに夢を追い続けていらっしゃるのが研究者の皆さんだと思うんですけれども。その すぐに今役に立つものではなくて本当将来何かのもしかして何か役に立つかもしれないし将来の夢みたいなものをこうプレゼンテーションしていくっていう研究者側からきちんとその夢というものが多くの人たちに伝わって応援してもらえる環境にするために You have to distinguish between the dream of a scientist who is after a very fundamental question and the dream Of a science manager or CEO who has to make sure that the entire operation works. So we need growth in order to make more impact. But OIST has addressed so many problems that currently are in the Japanese universities structure, governance. You know, we have like 50 or what uh, different nations on campus. 65% of the professors are non-Japanese 80% of the students are non-Japanese so we have shown how can you attract those people and parts of that i believe can be transferred to the local universities if you look at the performance of the japanese science in the past decade or so it is the least Productive one of all G7 countries. So you have to ask yourself: Can we sustain the economic future of Japan? I personally think, given the speed with which currently the changes occur, no. no あのこのオイストを見て学ぶということがどれだけできるかっていうのがねやっぱ重要でそういうことができるその視野の広いそしてあのいわゆる受容力っていう受け入れる力これが日本の大学にすごく弱いと思うんですね。オイストを見てどうしようなんていうことをあんまり考えてないこと自身がねでにもうグローバルスタンダードから外れてるわけですよ。 私はその日本の企業は残念ながらスタンフォードだとか MIT にお金を出すのはもうごく自然だと思っているんです。なぜかというと、我々そうじゃないと勝てないんで、勝てる学校にお金を出す。このモデルに基づいてやっていこうじゃないかということを受け入れる大学が出てきたら、私は日本の大学改革も進むと思うんですね。我々産業界は、そうしたら日本にお金使わないでほかに出ていっちゃうよそういう危機意識を持ってもらう。You have to have. a high level professional board or in my like executives and you trust these executives in their specific area of expertise i think this professionalism has to be uh, adopted in japanese universities these structures have all been realized in western universities so japan has to little by little 今のそのオイストの話を聞いていると、オイストのその強いところっていうのは、日本のその企業の組織作りの中でもすごく活かせるポイントっていっぱいあるような気がするんですよね。今ピーターさんおっしゃったところですごく重要なのはトラストだと思うんですね。でも任せますということがすごく重要で、実は。 今までの経営のスタイルというのはトップからドカーンと落とすこれ日本の典型で意外にトップダウンがないように見えてトップダウンなんですね社長の持ってる権限ってすごくて日本の場合は私どもで言えばやってみなはれとその自分の持ってるその何をやりたいっていうものをやりきりなさいっていうことで私はそういうその組織の活性度をですね高めるにはどういうトラストを作っていくかってすごく重要でこれは上から寄っていかないとできないんですよねやっぱりリジュビネーション若返りが必要ですよね自由な発想 そういった意味で私は日本が明治維新そして残念ながら終戦という戦争を負けた終戦の時に若い人たちがやっぱり日本を再興してるんですよねその時に海外からものをもっともっと入れよう私たち日本のウィズダムとして歴史を学び今本当にその危機を持ってやるために若い人たちに活躍してもらうということをこういったことをやっていく必要があると。残念ながらこの エイジング・ササイエティというのはコンサーバーになって今を守ろうサイエンス、そして新しい心理の追求、こういったことにもっと力を置くようにしていく、こういったことが必要だと思います。これは会社経営もそうなんですね。まさに OIST と例えばサントリーさんが何かコラボレーションができたらどんな形になるんだろうみたいなことをお聞きしていきたいというふうに思うんですけれども。If our scientific instruments enable us to identify in the bodies of our to old people us very enable the what is different compared to the ones that die early this would be a major step forward now we have to work with somebody mm -hmm. <laughs> to realize the potential i'm talking about uh, going ahead uh, for uh, you know 10 20 years from now uh, but i'm fully convinced this is where science will go まず食品業界食という分野はどういった課題感を持っているというふうに思われているかそしてその中においてサントリーという企業はそういった課題感みたいなものを科学の力を使ってどういう形で解決していこうというふうにお考えなのか一つはやっぱ精神国の課題これは長い間生きたいっていうそのヘルシーに ロンジェビティを炎上したいもう一つは食が足りないこういう世界があると思うんですね。で両方とも共通して言えるのはやはり2050年ぐらいになると40億人の方々が水がなくなって大変な状況になるという食料というものをなるだけ少ない水を使ってそしてまた CO2 もまあ出さない形でどう作っていくかってこれがサイエンス すごく重要な位置づけになるとそして私たちもこのいわゆる不自然なイコールじゃない世界というものを目指すってことはグローバルシチズンとしてまずいことであると多分にもう今後二十一世紀というのは許されない時代であるというふうに思ってましてすごくいいのはやっぱり ACX というものがすごく前面に出てきた南北問題を解決するというこれは非常に重要なことだと思っていますもう一つがそんな中でやっていきたいなって思うのは各個人に合わせた 食生活というものをです、ね、実現することによってあの生き生きと生きていただくという世界を作るのは我々の仕事だと思ってる、うんです僕はマインドフルネスだとかねこういったところも関わってサイエンスとね一緒になっていくとすごく面白いと思ってるんですよ。つまりあがゆえに幸せ感があって、まあ、お酒を飲んでリラックスすることが幸せ感になってしかし肝臓を痛めないようにある一定の量だったらいいじゃないかとかこういうのはね科学がね、うん 証明する真理を証明するその中の要素として脳の研究とそしてヌートリーションの研究だとかねマインドフルネスそれと食べるもの,のヌートリーションの効果こういったものがね私たちはすごくねこれから面白いなって思ってるんですけどもあのグルス学者今南さんおっしゃったようなところでコラボレーションできたら本当に面白いですね随分世界は変わりそうですね。 you will have a molecular analysis of each one of us and each one of us will have the information as to how can you specifically as an individual extend your life i think uh, the food industry plus areas that are let's call it early diagnostic areas in healthcare you can then tailor-made the response and you have a continuous feedback loop with the medical center in which your data are being compared with your usual data in order to keep you healthy. And you can put this together in order to then give you a recipe for a long life. This is what I think will happen. そしてまた大きな夢が実現できるという私たちはもう世界とのつながりがない中では生きられない国なんでやはり議論をすることを形する仕組みを作っていくそれは産と学もやればいいとむしろ産と学がもっともっとコミュニケーションできるこれは今ファウンデーションができつつあるんでまあそんな中でまさにピーターさんのねオイストなんかそういう典型なんで私は未来ができてきてるなってオプティミスティックに考えてるんですけど。 いろんなこと合わせなくちゃいけなくて、一番大事なことって、コネクトビジョンをすることなんだって、その大きなそのコネクトされるビジョンみたいなものがきっとあると。我々経済界がですね、お金の使い方とかそういったものは、ドネーションが、ね、もっとできるような仕組みを作ると。もっとね、企業が直接的にね、あのドネーションできて、そしてドネーションを企業がすると、PDCA 見ますから、5年なら5年とか10年でもいいんですけど、何が進んでるか見るわけですよ。 さままざな国であるとか世界のカバレンスもご参加されている中で日本の強みであるとか日本の良さみたいなものをこれから引き出していくために何かその日本としてどんなことが必要なのかそのあたりはどんなふうに政治にもですねサイエンスに対する知見を持つ人たちがどんどん出,か出てこないといけないサイエンスって真理を追求するから真理を分かんない間にです、ね、意思決定しなきゃいけないですトランスサイエンスってなるわけで。うんうん この辺の意識を持った政治家をやっぱり私たち国民、そして経済のリーダーたちが育てていかなきゃいけない。例えば、ピーターさんと対話ができる政治家がね、もっといなきゃいけないですね。こういったこともやはり我々自身が政治に産業界がもっとそういう人たちを育てることをすることによって、えー、対面で対話ができる人たちを作っていく。We need more leaders like Ni n a m i さん <laughs> <Thank you. S 2> in industry.、Yes. I future. 私たち日本,日本人が弱いのは僕はダイバーシティだと思ってまして。 このダイバーシティつまり異なるものをあえて最初我慢して話を聞いてみると異なる文化の方々が入ってきていただいてそしてイノベーションを起こしていくですから私たちはもっともっと異なるものを受け入れてそして考えるというところを私はやっていけばおのずともっともっとサイエンスが好きな人が出てきてでサイエンスに行こうという人が出てくると。とりわけ私はその時に 女性に期待をしております是非ともサイエンスにもっともっと女性が言っていただいて私はこの国の可能性っていうのは、えー、サイエンスには実は情勢があるんじゃないかなと思っていますんでここは是非最後に強調していきたいというふうに